どうもこんにちは。本日はですね、公正取引委員会がグルメサイトを調査というテーマでお話をしていきます。なかなかヘビーな、なかなか厳しい激しめのやつだねというふうに思っている方もいらっしゃると思うんですけれども、最近ですね、このグルメサイトに関してのニュースっていうのは結構取り上げられていたのかなと思っていてですね、ちょっとそのプランとして有料プランから無料プランに変えてしまったら、この点数っていうのがなんか一気に下がっちゃったんだけど、はてどういうことなんだろう。でそういった方々っていうのが私だけだと思っていたら、他のところでも結構あったんだねという、そんなようなことがですね明るみに出ていたと思います。で実際にですね、この公正取引委員会っていうですね、もう取引っていうのをしっかりと公平にやっていきましょうよって、それをですね監視するこの公正取引委員会がこの1年をかけて実際にこのグルメサイトと、そして外食店っていうのがですね有効に、そして公正にですね取引が行われていたのかどうかっていったところをですね調査をしたようです。で実際にですね、僕はもう本当にヘビーユーザーですのでね、このグルメサイトが。なのでここが公正じゃないどうこうっていうのはですね、もう今までの人生をですね棒に振るぐらいの、そんなような騒ぎになってくるので、ちょっとここは試しかめとかんといかんなと。でさらにですね、僕らのお客様、経費削減であったりとかですね、そういったお客様もですね飲食の方々っていうのは結構多いので、これはちょっと目をつむっておけぬなと、とりあえずちょっと詳しく見ておこうかなっていったところですね、ちょっと本日調べながらですね切り込んで見ていっていますので、ぜひちょっと楽しみに見ていただければなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。で実際にですね、この2019年の4月から2020年の3月にですね、この外食店約1600店、そしてですね一般消費者約1万人これを対象にして調査っていうのを行いました。でその調査結果っていうのがですね、もうちょっともう本当に聞き捨てならんと言いますか、飲食店に対し、そして優越的地位にあるグルメサイトが存在する可能性が高いというふうに、報告しております。なんとと、今まで使っていたのがちょっと優越的な地位にあって、このグルメサイトでなかなか公正には行われていなかったのかと、これどういうことなんだろうというのをちょっと見ていきますね。はい。で一応ですね、このいろいろな立場からの意見っていうのがございますので、なので今回はですね、この店舗側の意見、そしてグルメサイト側の意見、そしてですねユーザー側の意見、この3つっていうのを見ながらですね、今後のこのグルメサイトの在り方、そして僕らのですねこの店舗を探す時のあり方っていうのを見ていければなというふうに思っております。はい。じゃあまずはですね、この店舗っていうのを見ていきます。実際にですね、このグルメサイトの仕組みっていうのは、掲載料を取る場合もあればですね、掲載料を取らずにこういった手数料で、送客にあたり、いくらであったりとか、いろいろなビジネスモデルっていうのがあるんですけれども、一般的に言うと送客した人1人につき50円から200円の送客手数料っていうのを、サイト側にお支払いしますよ、そんなような契約を結んでるところっていうのが結構多かったりします。はい。でその店舗側がですね、じゃあこのグルメサイトにいい印象を持っているのかというとですね、って感じなんですね。これどういうことかというとですね、約3割の方々っていうのは表示順位であったりとか、あと点数であったりとか、そういったところにですね疑問を感じております。なんでうちはこんな順位低いんやであったりとかですね、そういったので疑問を感じていたりとかします。はい。でさらにですね、ここがちょっと怖いんですけど、高額な掲載料を払わないともう集客できないというふうに思ってらっしゃったりとかします。でこれ実際にですね、グルメサイトというか、このサイトの運営上、やはり多くの金額っていうのを払っている方々に関しては、いい待遇であったりとかですね、いい内容っていうのを掲載させてあげるっていうのは、これは当然のあり方だとは思うんですけれども、問題はその次なんですね。この約 11% がサイトからの一方的な内容変更を経験していたりとかですね、あとはこれです、有料加盟店をやめたら急に点数が下がり、そして有料に戻したら、そして点数がすぐ戻ったという謎の意見というのもございます。要するにですね、点数というのはこれ結構口コミというのを反映していることが多かったりすると思うんですね。例えば行ってみてよかったら星5をつけたりとか、これちょっと微妙だったなというのはもう正直なところもごめんなさい、点数1点ですであったりとかというふうにですね、口コミによってユーザー側の正当な評価をもとにですね、こういった点数というのが決まっているはずにもかかわらずですね、なぜか有料プランから無料プランにしてしまっただけでですね、点数というのがガクンとすぐに落ちてしまうと、そこに対してですね、全然その悪い評価とか、そういったところが増えてる増えてないとかってあんま
ないにもかかわらずですね、こういうふうに変わってしまったと、これどういうことだと、もうこれ店舗側からするともう、わなぜどういうことだ、よくわからないよという、まあ、そういうふうに思っても仕方ないですよね。ただそれが結構店舗の実情だったりとかします。ただですね、これ掲載しないとやっぱり集客ができないよねっていったところで、やはり問題になってくるのが、要するにもうサイト、グルメサイトありきで、ここのプラットフォーマーがですね、もう力を持ちすぎていると。だからもう高くしろと言われたらもう高くをせざるを得ないですよと。でもう低くして、で集客できない、だからもう高くしないといけないですよっていう、そういう助言をですね、もう本当に真に受けてしまうというか、全て参考にしないともうやっていけないんだよっていうふうにもう思っちゃってるんですね、この店舗側が。で実際にアルゴリズムっていうのがもう不透明で、もう疲弊してしまってると。もう私たちはどうすればいいのかと、もうお金を払えばいいのかといったところでですね、ちょっと店舗側がですね、ちょっと地位が低い、そんなような状態が見て取れるのかなと思います。はい、ちょっと悲しいなというところですね。でも実際にグルメサイト側の意見っていうのももちろんあると思います。それはですね、飲食店の手数料っていうのは関係ないと。はい、もうこれもう正当な評価だと。正当な評価でもう本当に口コミであったりとか、本当にユーザー側がその評価っていうのを決めているから、だからもう金額をもらうもらわないとか、そういったところに関わらずですね、その正当な評価っていうのを行っていますよっていうのが、これはグルメサイト側の意見です。で実際にアルゴリズム、じゃあどうなってんですかって言ったら、いやいや、アルゴリズムなんて教えるわけないでしょと。教えたらなおさら不正が、確認されますので、なので不正排除のためですね、算出のアルゴリズムっていうのは開示できませんよというふうにおっしゃっております。はい、なのでですね、ちょっとまあグルメサイト側はまだまだちょっと不透明なところっていうのはあるのかなと思うんですけれども、では不透明だからこそいいんでしょというのがグルメサイト側の意見だったりとかします。まあまあまあ、分かることもあるけど、まあ、ちょっと微妙だなっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけど、っていうぐらいですね、まあ、何が問題かっていうと、不透明じゃないっていうよりもむしろですね、この店舗側の取引、こっちの方がやっぱり優位性としては低いっていうところ、要するに公正な取引っていうのはなってないんじゃないかなっていうのがちょっと見て取れるのかなと思います。はい、じゃあ実際にですね、ここで一番被害を被るっていうか、実際にこれを使っている側のこのユーザー側っていうのはじゃあどうするのかっていったところなんですけど、そもそもユーザーっていうのはですね、この9割がもう不透明なサイトっていうのはもう認識しちゃってます。はい、なのでもう不透明なサイトなんてあって当然でしょうと、もう9割の人たちがもう諦めているような、まあそんなような状態だったりとかするんですね。これちょっと悲しいかなと思います。実際にですね、まあ、僕もこういうグルメサイトとかっていうのを多く使ったりとかするので、そういったところでですね、まあ、口コミとかっていうのを見て、あ、ここいいお店なんだなっていったところで行くきっかけになったりとかするんですけど、ただそれが結構薄れてきているのが現状だったりとかします。この 85% がですね、もう検索エンジン Google であったりとか、こう検索エンジンを利用して、そこで、まあ、見て Google マップとか今表示されてですね、今のこの近くにいる、そして飲食店とかその居酒屋とかっていうのを調べたらですね、結構ポンポンと出てきて、まあ、ここがありますよ、ここありますよ、でここでまたさらに評価っていうのが、まあ、掲載されたりとかで、さらにその評価っていうのは結構実名であったりとかっていうのも登録されていたりとかするので、結構信憑性があるよねっていったところですね、この Google マップの利用っていうのは結構増えています。まあ、あとはですね、インスタですね、はい、インスタとかこの SNS っていったところですね、友達が行ったところであったりとか、そういったところも実際に写真を見たりとか、あとは意見を聞いたりとか、そういったところで、あ、もうここすごくいいじゃんと、例えば、誕生日の時にすごくサプライズしてくれるじゃんであったりとか、僕もそういう使い方したりとかするんですけど、っていうのでそういったところを見て、もう本当に知った人の意見しかもうあんまり信用ならないよねっていったところで、ユーザー側がですね、このグルメサイトからどちらかというとこういう Google マップであったりとか SNS であったりとかに流れてきているっていうのが今の現在のユーザーになっております。はい、なのでですね、実際にこれを使ってるからこそ公平性っていうのは戻りつつあるのかなとも思ったりします。はい、なのでちょっとですね、今不透明で、そしてですね、ちょっと不公平なんじゃないかなっていったところの、このグルメサイト、そしてまあ店舗の関係ではあるんですけれども、こういった SNS であったりとか Google マップであったりとか、そういったところの台頭でちょっとはですね、緩和されてきているのかなとも思ったりします。はい、じゃあ実際にですね、じゃあこの店舗側が、そしてまあグルメサイト側が、そしてユーザー側がどういった方向性に進んでいくのか、それをですね、グルメサイトもまあ一つだけではなくてですね、いろいろなグルメサイトってございますよね。でこの
調査書にはですね、明確にここがダメ、ここがダメとか、ここでちょっと不透明って言われてますよであったりとか、そういった記載っていうのはないんですね。じゃあ実際にじゃあグルメサイトっていうのはどういうふうに運営をされていて、じゃあグルメサイトの一つ一つの特徴であったりとか、そういったところを細かく見ていくことがですね、このグルメサイトを助けることにもなるとは思いますし、あとはですね、僕らのこのグルメサイトの使い方、あり方、そして店舗のですね、グルメサイトとの向き合い方であったりとか、そういったところを、紐解く、そんな鍵になるとは思っておりますので、僕はですね、ちょっとヘビーユーザーとして使命を感じてですね、今後このグルメサイトの一つ一つについてもですね、細かく見ていこうかなと思っておりますので、また次回の動画からもですね、皆さんお付き合いいただければなというふうに思っております。はい。でさらにですね、まあこれを通してそのじゃあユーザーである、まあ、僕らっていうのはじゃあどういうふうに、ね、このグルメサイトと関わっていくのか、そして飲食店と関わっていくのかっていったところまでですね、踏み込んで見ていければなというふうに思っておりますので、またよろしくお願いいたします。はい。それではですね、本日この公正取引委員会がグルメサイトを調査というテーマでお話をさせていただきました。最後までご清聴いただきありがとうございました。最後までご清聴いただきありがとうございます。毎日毎日ですね、皆様のお力になれる情報というのを配信させていただいておりますので、応援してやるぜっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録、そしていいねボタンの方よろしくお願いいたします。またですね、取り上げてほしい話題などございましたら、コメント欄の方にメッセージよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。